皆さんこんにちは、旅園チャンネルの旅園本人でございます。今回紹介します駅は JR 線の川崎駅でございます。ついに第20弾目となりました駅名紹介シリーズですが、今日は川崎駅でございます。東京から順々に南下していって、ついに神奈川県に入りましたね。当駅紹介する前駅、川崎駅は1872年に開業した駅でございます。歴史はとても古いですね。鉄道史でいうのも最初期でございます。開業した日は7月の10日となってましたね。ウィキペディア上ですから、正しいかはちょっと定かではないんですが、歴史としては結構古いものでございます。もう黎明期ですね、鉄道の。開業した時の黎明期でございます。なんなら仮開業の時にも行ってきた駅です。あと近くに京急線の川崎駅がございますが、そちらは1902年ですね。施設の中でも京急線も古い部類なので、結構古い、昔からある駅でございます。JR 川崎駅の方は、もちろん東海道線と、あと東海道線の各駅停車バージョン、京浜東北線ですね。あと、川崎から北に向かって、武蔵小杉とか、武蔵中原、武蔵新城、あとは、登戸とか、稲田堤、分倍瓦、そこから、あとは府中本町も通りますね。立川に向かう南武線、黄色とオレンジっていうんですかね、南武線が出ております。その3つの路線ですね。あと近くの京急線からですと、もちろん京急の幹線であります京急本線と、その支線である、結構京急電鉄の歴史には重要な路線である第一線が出ております。今回 JR の方をメインに紹介しますので、 JR の方の紹介でございます。本編動画へどうぞ。川崎駅です。
なんならこれ両方武蔵な中沼行きですね。立川すら行かないですね。川崎駅の名物はこれですね。行きます。バンちゃん。こっち快速の稲城長沼ですね。まあ俺そうなの。謎の JR 四国の広告ですね。あ、これ JR 18系ですね。これがアルミ川崎駅名物です。これでが東海道線か。さすが政令指定都市川崎ですね。都会ですね。横浜ほどではないんですけど。いいね。じゃあホームに戻ろう。今映ってんのは川崎駅から出てるバスですね。その案内図画面でございます。だいたい川崎駅からあの海側の浮島とか、まあそういうところも行きますし、まあ川崎からも空港に行きますね。まあ、驚いたのは17番のところですね。四ツ谷って書いてますね。これ東京の四ツ谷なんですよ。四ツ谷駅経由の四ツ谷って書いてますけど、まさかあの四ツ谷まで一本かと思いましたよ。これはちょっと私も驚きました。まあ、渋谷ぐらいならあると思うんですけど、四ツ谷はさすがにすごいですね。結構、まあまあ距離あると思うんで。まあ、川崎行ってても川崎駅、川渡っちゃえばもう全部東京都になっちゃうっていうのはもう簡単なんですけど、でも四ツ谷はちょっと東京ってか、まあ山手線の内側なんで、まだまだ距離があるって感じですね。駅だと10駅ぐらい先じゃないですか。一本でバスで行けるっていうのはすごいですね。まあそういうことで撮ったって感じでございます。でこちらは川崎駅の駅名表ですね。 JN かな、 JN01 ってなってますが、これ南武線の駅名表でございます。お隣は知ってですね、第6弾で紹介した駅でございます。知って駅、そのお隣っていうか、まあ起点っていう、まあ南武線の起点はもう川崎駅ですね。南部線はもともと南部鉄道という別の会社でした。ですが、まあ、いわゆる戦時中の、戦時中なのかな ?1906 年かな。まあ、国鉄っていうんですかね。まあ、鉄道省だったかな。まあ、合併というか、ね、いわゆるいろんな路線を吸収してった時に、まあ、南部線も吸収されたって感じでございます。まあ、お隣の知ってからですと、浜川崎にも出れますね。あと、川崎駅は、特急列車も止まります。特急踊り子号でしたがね、止まると思います。まあ、その上位種別のサフィール踊り子は通過駅でございます。南部線とかには特急は設定してませんけど、快速はありますね。京浜東北線も快速はある感じです。これは南部線の車両ですね。ちょっとちっちゃいですが、E233 の8000番台でございます。
これ多分今これ映ってるところは、撮ったところはあの乗り換え改札っていうか乗り換え専用のあの橋っていうんですか、跨線橋ですね、から撮った感じです。あの川崎駅のどっちだろう、横浜型ですね。まあ横浜とか熱海とかそっち側はあのこういう乗り換え専用の跨線橋があるんですよ。外には出れないと、まあ、改札の外には出れないものなんですけど、まあ、東海道線から京浜東北線乗り換えとか、あとはまあ京浜東北から南武線とか東海道線から南武線とか、そういう乗り換えができる跨線橋があるんですよね。まあそういう感じでございました。あの最後になんですが、あのチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。